食、飲食店不明、いじめとしか脅迫だ、店名公表に罰則、飲食店不明。新型コロナウイルスの感染者数は最多を更新する中、政府はコロナ対策の矛先を飲食店に向けている。営業時間の短縮を要請し、応じない店の名の公表や罰則の導入も検討。